岡市ではきょう、ほとんどの小学校で入学式が行われ、およそ1万4000人が新1年生になりました。福岡市早良区の田熊小学校では、保護者が拍手で見守る中、86人の新1年生が入場しました。新型コロナ対策として保護者の出席は2人まで、時間も30分ほどと例年の半分ほどに短縮されました。式の後には6年生からのビデオメッセージも上映され、喧嘩した時の仲直りの仕方など学校生活の過ごし方をアドバイスしました。お勉強を頑張りたいです。友達は何人作りたいかな。いっぱい作りたい。福岡市では今日、143校で入学式が行われ、およそ1万4000人が小学校生活をスタートさせました。